いい感じにお米が炊けてます。今回はご飯だけで、お弁当を作ろうっていう企画なんですけど、ちょっとやっぱり炭水化物だけだとさすがに体に悪いと思いまして、私ね、白菜を大量に切ったんです。どどん。白菜をうまい具合にちょっと添えていこうかなってね、思ってます。なので、白菜をね、この辺に最初に、あー、このミリやられる。白菜をいかにしてやっていくか。ではまず白菜をね、この丸、わかりますか？この丸をちょっとこういう風に入れると、バラみたいで、緑のバラみたいで可愛くないですか？ちょっと重みがあれなんで、ちょっと避けますね。まあこんなに白菜取ったら大丈夫でしょ。ここは何も味がついてないんですけども、まあそれもご愛嬌ということで。で、この下にいろいろこうまたね、いろいろやっていこうと思うんですけども、ここでちょっと海苔を登場させましょうか。海苔ね、ちょうどいい海苔があります。こういう海苔があるんです。おにぎり海苔、おにぎり海苔、これを、ではよいしょ、よしと切りました。ではまずその前にご飯がなければいけないので、ご飯をまた、まあ今回は枠が広いのでちょっと多めにね、じゃあね、この海苔には味がついてないので、これにちょっと下味をつけたいと思います。まず岩塩、岩塩、ヒマラヤ岩塩。ちょっとたっぷりめにしまして、まず混ぜます。あ、納豆があるので納豆使いたいですね。さっき紹介してなかったんですが、納豆があるんです。でも今日はご飯だけでどれだけお弁当ができるかっていうのを挑戦してみたいので、あ、そうですね。まあ白菜と海苔くらいあってもいいと思いますけど、やっぱ納豆はやめておきましょうか。梅干しくらいは使ってもいいかもしれないですね。梅干しね。で、梅干しを購入していきましょうか。梅干しあったかな？なければやめます。梅干し、梅干しないですね。なければしょうがない。梅干しがないので、じゃあしょうがないので梅干しはなしで、じゃあ豆板醤、あ、これを使ってなかった。四川豆板醤、これをじゃあご飯に混ぜて味付けにしたいと思います。なかなかかな、開かない、開かない。
やばい、本当に開かない。それではこれをちょっとだけ、あんまり入れすぎると辛くなっちゃうので、これぐらい入れて、まあ十分でしょ、これだけ辛かったらね。ちょっと豆板醤に米が入っちゃった。ではこれを混ぜていく。赤いですね。赤い週一。食べに不安になってきた、こんだけ赤かったら大丈夫。それではこれを海苔で巻いていく。もうね、味のついてない海苔で巻いていくんですけど、どれくらい巻くか、細巻きにしたいですよね。なので巻くのを4つくらい作りたいと思うので、これをね、あらかじめ切ります。切って細巻きにします。こっちも切って細巻きにします。切って切って切って巻く。あの、本当は巻き酢でやるといいと思うんですけど、今日はね、手間をかけないお弁当ということで、ささっといかにできるか勝負です。何でも手で巻いちゃいます。これぐらいでいいかな、これぐらいで巻くと。お、マジで、ここでキュッとキュッとします。後ろでキュッと止めてます。でもこれで置いちゃう。そういう感じじゃないですか。無理が剥がれないよ、ね、こうやって置いちゃう。あ、コンペイトだ。そしたらまた次、次ですね。接着ある形かな、外れないなと思ったまた次、どん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 。あ、豆板醤の香りがする。豆板醤の香りがする。でも目に染みないですよ、豆板醤。わさびみたいに鼻とか目に染みたりしないです。こんな感じで、本当センスあるの私。で、ちょっとはみ出そうだなと思ったら頑張って巻く。はみ出た米は戻す。床とか地面使ってっちゃう。こうやってね、なんかかっこいい感じ。そしたらあと2つ、あと2つ、2つ。取れてるかな、取れてます、取れてるかな。取れてるのかな、取れてるよね。よし、でこうやって巻く。前ね、長回ししてね、メモリがなんかなくて、途中で止まるって押さないと録画ってできないじゃないですか。で、止まるって押せる前に、あ、友達帰ってきた、友達帰ってきた、おっと、友達帰ってきた。そうだよ、止まるって押す前にあれしちゃって録画できてなかった事件があってね、超悲しかったですよ。友達帰ってきた。ちょっと待ってよ。おかえり、おかえり、
の今なあの撮ってるけど気にせんとって今あの動画撮ってるけど気にせんとって迂回して撮れるから。あ、ごめん全然聞こえてなかった動画撮ってるけど迂回して撮れるから気にせんとって。ちょっとなんか面白いことしてん今やあのご飯でほら見てご飯だけでいかにお弁当作れるかってここ通れるからな。通ってな、ちょっと待って一回カメラ止めるな。止めます。それでは今日の料理はこれ、このお米だけでお弁当を作ってみた企画でした。じゃじゃん。じゃあね、今日はこちらで完成とします。ビービン、効果音流す。タタ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 。なんか突っ込んで。いい感じです。はーい。よし。水族館のように、お邪魔します。